混ざり物のエージェントならたった今青き祭壇に着いたぞ。ああ、すぐに聖女を迎えに行かせる。迎えに行ってやれ。そしてそのまま戻ってくるの。もしかして君、逃げろって言ってるの？世界はとうに終わりを迎えているのよ。これ以上問題を先送りにしたって仕方ないじゃないの。私たちが生まれ落ちた時、もうこの世界は歪んでいたの。手の施しようがないほどにね。だからあなたたちが犠牲になることなんてないのよ。聖女を連れてお逃げなさい。世界が夜の人色に染まったら困るって、そう言ってたの君たちだよ。天の弱だな。なぜかしらね、あなたたちを見ているとからかいたくなる。胸のこのあたりがキューってして、もしかしたら私にもあなたたちのような友達や仲間がいたのかも、なんてね。クリス、わかったよ。一旦ホテルに戻るよ。もう一日くらい世界は待ってくれるわよ。あなたのお友達と仲間を大切にね。お帰りなさいませ、お嬢様。ほら戻ってきたじゃねえか。べ、別に心配なんかしていませんし。お帰りなさい、アーネス様。うん、さあ。おう、嬢ちゃん、商人が土産を持って戻ってきてるぜ。商人をどこかに派遣するんだな。
これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん。庭に住む蛇でございますね。こちらは町の方からの依頼になっております。最近トカゲの蛇用が旧伯爵邸に大量発生しているそうでございます。お嬢様が退治くだされば町の方も安心でございましょう。わかった。お呼びでございますか。それでは。浄化開始。蛇用が集まっているようだな。トカゲの蛇用か。片っ端から飼っていくとしよう。
にしておいで。彼の時間だ。切り裂く。はっ。バルデ。ヘッドステイ。ヘッドステイ。貫く。
手紙だ。差出人の署名も宛先もない。とりあえず支配人に見せてみるか。お疲れ様でした。それからこれもトカゲの邪妖が持ってたんだ。差出人の署名も宛先も不明ですね。開けちゃえ開けちゃえ。そうだぜジョーちゃん、まかり間違って貴族の恋文だったら大金に化けるんだからな。あんたらね。開けましょう。内容は確かめねばなりません。遺品ということもございますが。そうだった、してその中身。片思いを読んだ詩のようですね。で、売れそうなのか。いいね。個人を特定することも難しそうです。手がかりはこの風浪の家紋だけですね。でもそんなに溶けてちゃ家紋の形もわからないじゃない。調べてみますよ。風浪部分だけは私にお預けください。手紙はお嬢様が保管を。進展がありましたらお知らせします。わかった。獅子の家でございますね。こちらは以前お嬢様が見つけてくださった宛先不明の手紙に関係がございまして。ローズガーデンでトカゲ退治した時のやつだね。風浪の家紋の修復からいくつか候補が絞られました。お嬢様にはそのうち一つレフラン家をこの夜のうちに内密に調べていただきたいのです。何かあるの？レフラン家は大変な資産家ですが、それゆえ複雑な事情がございまして。なるほど、教皇庁に資金援助してるわけね。レフラン家の別荘は街路区にございます。表向きこちらも別の方の所有になっておりますが、地図に印をつけましょう。無茶はなさらないでくださいね。わかった。お呼びでございますか？
それでは良い夜を。浄化開始。またトカゲだ。ここらしいな。周りを調べてみるか。長いこと放っておかれた感じだな。また手紙か。なんだか冷えてきたな。一度戻ろう。
お疲れ様でした。あのなんとか家の別荘は無人だったよ。何年も人が住んでいないみたいだった。やはりそうでございましたか。それからこれ、またトカゲの蛇用から手に入れた。確認しましょう。これはどうしたの。ご一読ください。お嬢様の意見が伺いたいのです。人間は勝手に魅了されて、勝手に魂を差し出して死んでいく。あなたが望んでもいないのに。これはどう思われますか。純潔の妖魔に宛てた手紙だと思う。ここ勝手に魂を差し出してって、妖魔に魅了された人間が自滅する様子だ。私も同意見です。手紙の主を早急に保護しなければ、この人は確実に闇に落ちる。教皇庁に使者を立て、レフラン家に探りを入れます。まあ。悲しみの宮でございますね。こちらは教皇庁からの依頼でございます。クールブリゼ宮はとある純潔の妖魔のテリトリーですが、ここ数十年動きはありませんでした。ですが夜の君の復活が近づき、沈黙を守っていた宮殿の妖魔も再び動き出すやもしれません。お嬢様にはその妖魔が現在も宮殿にいるかどうかを確かめていただきたいのですが、何分相手は純潔の妖魔です。青い血を不用意に浴びぬようくれぐれもお気をつけください。わかった。それ。
浄化開始。カリッチ一緒に行こう。教授？何してるの？ああ、アーナスさん！ここ、純血の妖魔のテリトリーなんですね。いやっはっはっは！紛れ込んじゃいました。何してるんだよ、もう。今逃がしてやるから。ほら、こっち。まったく、世話のかけない。見える。
事の時間だ。
浄化開始。カリン召喚、一緒に行こう。チアルビエリア。何してるの？邪妖観察に決まってるでしょ。あれは彫像型邪妖ですよ。人の手により作られた作品が青い血によって邪妖になったものです。芸術はからきしですが、芸術家が絵や彫刻に魂を込めてしまうのはなんとなくわかる気がします。作り手は見たかったのでしょうな、生き生きと動き回る作品たちを。教授が芸術について話すなんてね。ロイドさんとは趣味が合いませんがね。彼の関心は換金性、いかに高額で売るかな。でも私はただ情熱を評価します。昔の学術書が著者の心を伴って語りかけてくるような時があります。そんな情熱的な研究を私もしたいんですよ。教授ってさ、はい、生きてる人間嫌いそうだよね。なんでもない。これは、あ、違う、ここには純血の妖魔がいる。慎重に行こう。
落ちろ。フッフッフッ、生きた。かかってこい。潰れろ。血を捨てない。ふくらっ。でい、はぁ、でい、ふくらっ。血を吸うんだ。見える。ようこそ。私の名はミストラル。見ての通り純血の妖魔の一人。教皇庁の哀れな操り人形さん、あなたお名前は？私はアーナス。アーナス、悪くない名前ね。お顔も可愛らしい。まだこんな人形を送り込んでくるなんて、教皇庁も諦めが悪いのね。そんなに純血の妖魔を倒したいのかしら。私の首をかかえて人類の勝利宣言をしたいのでしょう。おやりになればよろしいわ。ただし手加減できないけれど。返り討ちにしてやる。これはどう？切り立つ。
これはどう？切り裂く！はっ！はっ！これ生きた！はっ！はっ！これ生きた！ほっ！はっ！はっ！生きた！はっ！かける！これはどう？帰り道にしてやる。
浄化開始。おいおい、一緒に行こう。お呼び